全国一般労働組合全国協議会、英語、ナショナルユニオン・オブ・ゼネラル・ワーカーズは、日本の合同労働組合である。1991年に、総評、全国一般労働組合や全労連、全国一般労働組合の方針に反発して、独立する。略称は、全国一般全国協であるが、通称として、全労協、全国一般という言い方もある。 全国労働組合連絡協議会に加盟している。2011年全国労働組合連絡協議会、メーデー東京1980年代後半の労働戦線の再編の中で、右派主導によって1988年8月に全日本民間労働組合連合会が結成されると、総評加盟の総評、全国一般労働組合はこれに加盟する。しかし、 日本共産党系の非主流左派がこれに反発して、1989年に、加盟炭素や地方組織、支部、分解が全国一般を脱退する。全労連の参加によって全労連、全国一般労働組合を結成する。それに対し、連合も全労連も良しとしない組合が1991年12月1日に全労協に加盟して、 全国一般労働組合全国協議会を結成する。後に全国金属から分裂した金属一般なども合流した。勢力的には社会党左派、新社会党、社会民主党、審査翼諸派につながる組織が多い。全国一都二不十四県に四十一の参加組織を持つ。なお、これらの県域を超えて活動している組合も存在する。 ありがとうございます。